さちゃん。皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。本格的な夏がやってきましたね。皆さん夏の思い出作りは順調ですか？尾張旭にも忘れちゃいけない夏のイベントがありますよ。ということで今回の内容はこちらです。特集は夏の一大イベント、楽しい夏祭りについて。その他市内で開催された催しやイベントなどを紹介する尾張旭あんなことこんなことをお送りします。今回も盛りだくさんの内容でお届けします。ぜひ最後までお楽しみに。楽しい夏祭りについて、尾張旭楽しい夏祭り実行委員会会長の松原さん、そして尾張旭祭り実行委員会事務局の田中さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏を締めくくる尾張旭の一大イベントといえば、ここ城山公園一帯で開催される楽しい夏祭りですよね。今年の夏祭りについて教えてください。はい、今年は8月25日土曜日に開催します。今年もイベントステージ、スカイワード旭、城山野球場などそれぞれの会場で、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめる催しが盛りだくさんですよ。そうなんですね。毎年イベントステージを見ると本当に元気がもらえるので楽しみです。ありがとうございます。今年も和太鼓演奏やキッズダンス、バンド演奏など見ている方も元気になれるステージが たくさんありますよ。はい、本当に楽しみにしています。またあの会場では本当にいい香りがするんですけれども、そういったグルメなんかも今年はあるんですか？はい、ポテトや唐揚げなどお祭り定番のグルメや、暑い夏には欠かせないアイスやドリンクなどが勢ぞろいです。そうなんですね。もう美味しそうなものを片っ端から食べたいと思います。スカイワード旭ではどんな催しが行われるんでしょうか？はい、みんなに大人気のめぐみさんのバルーンプレゼントや太陽観望会、バザーなどを開催しますよ。いやー楽しそうですね。最後に城山野球場で行われるイベントについても教えてください。はい、水鉄砲バトルやスーパーボールすくい、風鈴作りなど体験型のゲームがたくさん行われます。そうなんですね。水鉄砲バトルなんかもう暑いからお子さんとか本当に喜びそうですよね。そうですね。そして忘れてはいけないのが夜に行われる大盆踊り大会とフィナーレです。はい、大盆踊り大会は毎年大勢の方が参加されていて本当に賑やかですよね。そして気になるのが毎年行われるフィナーレなんですよね。今年はどんなフィナーレなんでしょうか？はい、今年のフィナーレはジャズユニット里の歌によるコンサートです。里の歌はジャズシンガーの粟田真理子さんと作曲家の山本翔太さんのユニットで、誰もが知る童謡唱歌をはじめ国民的アニメ音楽や懐かしの歌謡曲など世代を超えて日本人に愛される名曲をジャズアレンジで聴かせてくれるんです。ちなみに山本さんは尾張旭市出身で現在もお住まいなんですよ。そうなんですか。生でジャズライブが聴けちゃうんですね。とっても気になります。はい、今日は里の歌のお二人に来ていただいてるんですよ。そうなんですか。じゃあお話を聞きに行ってみたいと思います。ありがとうございます。ここからは里の歌の粟田真理子さんと山本翔太さんのお二人にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お二人は、童謡だったりアニメなどをジャズアレンジにされているということなんですが、どうしてそのような楽曲をされることになったんですか？私は本職はジャズシンガーでございまして、でやはりアメリカ留学の経験などから日本の外に出てみて、日本語の美しさだったりとか、日本の古くからの曲の旋律の美しさだったりを改めて感じる機会が多くありまして、
そういったものを学んできたことと合わせて、発信できたらいいなというふうに、古くからの友人の山本君を誘って始めました。そうだったんですね。山本さんは尾張旭市出身、また尾張旭市在住とお伺いしますけれども、この地元の尾張旭市のお祭りに出演されるということにあたって何か思い入れはありますか？そうですね、やっぱりすごいちっちゃい時とかはよく来てたんで、そこに今度自分が出て見る側じゃなくて何か出す側というか、そういう形でっていうのはすごいちょっと不思議な感じがしてて、でもやっぱりすごい楽しみですね。そうですよね、なんかワクワクしますね。そうですね、ワクワクします、はい、ライブパフォーマンスの方が音と光のパフォーマンスということですけれども、そのあたりはどういったパフォーマンスになるんでしょうか？実はですね、私たちもまだ未知という未知の世界といいますか。そうなんです、私もかなりいろんなところでコンサートはやらせていただいてるんですけれども、はい、なかなかその音と光とというのは実はまだ経験がなくてですね、どんな仕上がりになるのかなというのもね、私たちもワクワクしております。そうなんですね、でも本当に本番すごく楽しみですけれども ね、はい、もうこうやって話聞いてるだけでどういった楽曲なのかすごく聞いてみたいなと思うんですけれども、今の準備してますね。そうです、僕たちのコンサートとか、はい、僕たちの作った動画とかをちょっとお見せできる VTR を用意したので、それを見ていただければと思います。本当ですか？ぜひじゃあお願いします。素敵な演奏ばかりですね。なんか楽曲を聴いてると小さなお子さんからすごく大人の方まで楽しめるような楽曲になってますよね、うん、そうですね、実際本当に夏祭り当日もお子さんも、そして年配の方も楽しんでいただける曲を選ぼうかなと思っております。いや、これが生で聴けるなんて本当夏祭りに行かなきゃ損ですよね。そうですね、本当に楽しみです。それでは天田さんと山本さん、最後に尾張旭市の皆さんに一言ずつメッセージをいただいてもよろしいですか？はい、ね、音と光のコンサートということで、私たちにもまだ初体験の、きっと楽しいコンサートになると思います。ぜひぜひ、いらしてください。僕たち当日は僕たち2人と、あとスペシャルゲストでトランペットの方にも入ってもらって、さらに豪華なステージになると思いますので、皆さん楽しんでいただければと思います。はい、本当に豪華なステージ楽しみにしています。天田さん、山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。里の歌の2人にお話を聞いてきました。もうジャズライブ今からとっても楽しみですね。ワクワクします。ぜひ皆さんも楽しい夏祭り足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは田中さん、最後に問い合わせ先を教えてください。はい、問い合わせは尾張旭楽しい夏祭り実行委員会事務局、電話番号 76-8126 へお願いします。わかりました。松原さん、田中さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いては尾張旭あんなことこんなことです。ごじゃまぜ食堂、7月7日土曜日、旭城レストランでごちゃまぜ食堂を開催。ごちゃまぜ食堂は地域に暮らしているすべての方が食事を通して楽しい時間を過ごすもので、この日は子どもから大人まで約20人が参加。子どもたちは織姫と彦星が飾られたちらし寿司を見て目を輝かせていました。また食事の他にも短冊に願い事を書いて笹の葉に飾る七夕ならではのイベントや、音楽工房の先生によるミュージックセラピーも行われ、和気あいあいと楽しんでいました。皆さん、8月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。ぜひお好きな時間にご覧ください。次回8月15日号はマイナンバーカードで受けられる便利なサービスです。ぜひそちらもご覧ください。それでは最後は朝ピーじゃんけんでお別れですよ。次回もお楽しみに。さようなら。
アサピーじゃんけんじゃんけんぽん。次回もお楽しみに。